おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、何の話をしていくかと言いますと、今回ね追加されたガチャの話をしていきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ今ですねガチャがたくさん来ているんですけれども、まあねそろそろ皆さん意識していただきたいのは、アーセナルの追いガチャが終わる、リバプールガチャの期限がちょっとずつ近づいてきた、そして全くなんか意味がわからないピックアップスカウトという3つのガチャがね今あるということでございます。さあまずはですね、一応新しいガチャになってますので、このピックアップスカウトから見ていきましょう。で今回ですねピックアップスカウトたくさんキャラクターまあ当然いてですね、まあ、こんな中でねいいんじゃないのっていう選手がいくつかいるので、まずはそこ見ていこうかなと思います。一人目がですね、まあ、これは私の好みも含めてになってくるんですが、ティロケイラーですね。彼は強肩フィジカルスターということで、すごく特徴が優秀なサイドバックになってます。総合値も1万超えているということで悪くはないかな。強肩ね、あとはガラス系、これは評価が分かれる特徴ではあるんですが、本当にね、ガチャをしっかり引いていい選手がたくさん揃っている人からしたらあんまり良くないですが、ちょっと微妙、あんまりガチャ引けないとかっていう人からしたらすごくいい特徴です。あんまりガチャが引けない人って結局 SWCC って運に頼らないと勝てないので、運に頼ってね最後本当に最終予選でいい順位取りに行くんだったら、まあ、一か八かのこういうねデメリットを追いつつバフがある特徴を持っていく方がいいと思います。なんでねケイラーすごく優秀です。タックルもねマークもしっかり上がって、パスカットが C はちょっと難点ではありますが、パス、パワーすごくいいし、フィジカルスターでねさらにバフもかかってるしということでいいですね。でもう一個いいのは、彼パリサンジェルマンなので、あとねパリ染めが来た時に使える、まあ、パリ染めってねすごく幅があるなと思っていて、可能性が高いなと思っていて、すごくいい選手がやっぱり多いので、パリサンジェルマンにはケイラーがね、もしもパリサンジェルマン、まあ、カウンターで来るか分かりませんが、もしも来た時はですね、とても入るし使いやすいかなと思います。あとはですね、あんまり正直いい選手がいなくて、まあリアド・マフレズかな、うん、これはね私が好きっていうのもあるんですけど、スパサブフィジカル持っている、ライトウィングポゼッションのムービングフォワードの選手になってます。やはりね右のムービングフォワード貴重ですし、このスパサブっていうところが大きいですね。試合の途中から出場すると能力大アップなので、マンチェスターシティ染めが来てね、シティ来るのであれば必ずポゼッションだと思いますので、そこでスパサブでね一枠確実に交代枠で持っていけるっていうのはマフレズすごく大きいかなと思います。あとはね正直ね能力的にはねそんな悪くないんじゃないのっていう選手はいますが、まあ今ね染めに入るかはめらな入らないかも考えていかなければいけないので、他はあんまり焦点当たらないかなと思います。私はねユナイテッドが好きなのでショーとかも好きですが、あんまりショーにね途中出場のイメージはなくですね、なんか微妙な気持ちです。そしたらですね今回、ピックアップの3人見ていきましょう。まずはですねマンチェスターユナイテッドからウェストハムにコンフユ移籍したジェシー・リンガードですね、まあ、レンタルなんですけれども、ドリブル職人、根性、高速ドリブル、スピードシュートということで、正直ねさっき挙げたマフレーズ・ケーラーよりも微妙な選手になってます。まあ、イングランド染めにねサイドアタックで入るっていうのは一つメリットかなと思うのと、OMF らしくねドリブルしっかり高い、シュートもパスもできて、まあ、マークパスカットどうなのっていうところもありますが、ちょっと微妙ですね。ウェストハムがねチーム染めで来ることはまず間違いなくないので、そうやって考えると余計にちょっとリンガードは選択肢外れちゃうのかなとは思います。で次がファビアン・デルフね、彼もイングランドの選手でエバートンです。今の環境で言ったらねまだウェストハムよりはエバートンの方がまだ染めで来る確率高いのかなと思います。ドミニク・カルバート・ルーインだとかハメス・ロドリゲスだとかがいるので、まあそれでもねおそらく来ないんじゃないかなと思います。彼もね起用するのであればサイドアタックのイングランド染めの方が現実的ではないでしょうか。でパスカット職、パス職人とフィジカルですね。DMF ですが、オフェンス能力が高い選手です。てかパスが高い選手ですね。でパスカットとマークが高いということでタックルがない選手になってます。で最後のね、サンティアゴ・アリアスですね。アリアスに関してはクラブ情報もなし、もうコロンビアということで、コロンビア染めしか選択肢にないですね。まあ、スピード職人、超回復については個人的にはね悪くないのかなと思います。まあ少なくとも
今回の3人ですね、特徴ね、まあ、ドリブル職人根性、まあ、丸々職人がみんな来ていて、ファス職人フィジカルですよね。まあ、サブ特徴もね、サブ特徴というか、まあ、特徴全体的に見ても、まあ、ず抜けたものもないし、まあ、ただ超回復ぐらいだったら悪くないかなといったようなところかなとは思いますが、ちょっとね、弱さが目立ってしまいますね。能力ドリブル、AB パス、AB パスカット、BC。で、この選手たちを取って、まあ、ステップ1回目はね、2400GB で星5確定スカウトチケットがもらえますし、ステップ2回目から特別獲得枠で新星5選手確定ですし、確率 10% で3人はピックアップされてるので、それぞれ 2% っていうことで、まあ、いつものピックアップ通り悪くはないんですが、今回ね、レジェナがやっぱりそんなにね、めちゃくちゃいい選手ではない。カイト選手がちょっとね、あんまりやはり攻撃能力が高くないので、フィニッシャーというプレスタと彼の能力値がね、あんまりちょっとマッチしていないのかなと個人的には思います。はい、あのね、実際自分も何回か使ってみたんですけど、あんまりピンとこなかったですね。うん、なんかストニコフとかみたいに、うわーいいじゃんこのウィングフィニッシャーとはならなかったですね。ということを考えると、わざわざ今回ね、ピックアップ取ってまでガリガリレジャマ回るほどかと言われればそうでもないのかなと思っていて、ピックアップ取らなくてもね、レジャマ回ることできますし、ここに 2400GB かけて10連で1人取りに行くようなエネルギー使うんだったらちょっともったいないですけど、スタミナ回復に GB をね 2,300 使ってレジャマの周回を終わらせた方が、レジェマの目的で彼らが欲しいのであればいいかなと思います。星5確定スカウトチケットが余っていて引けるんだったらそっちで引いてください。で、これね、やっぱり 2400GB、リバプール染めが 3600GB6% っていうことを考えると、じゃあこの 2400GB を温存してリバプールに使ってくださいとは言えないんですが、おそらくですね、そろそろ戦術スカウトが来ます。はい、まあ、このアーセナル染めも、まあ、引く引かないを含めて言えることではあるんですが、おそらくね、そろそろね、戦術スカウトが来ます。はい、去年確かね、3月ぐらいに来てた気がしていて、なんかね、結構大きなアプデの前に来る傾向が強いんですよね。うん、前もそうでしたよね、レアル染めの前かな、あれが来たのが戦術ガチャが、そうだね、12月年末年始のガチャの前に戦術染めが来ていて、まあちょっとね、年末年始の前にちょっとね、GB 吸い取りに来てる。で、ここもあれだよね、 2.5 周年のタイミングで戦術スカウト9月23日に来ているような感じでですね、やっぱちょっとね、戦術スカウトっていいガチャの前に来てね、いい内容でね、戦術スカウトでも引かせて、いいガチャでも引かせてっていう、戦術スカウトって本当になんていうのかな、本当に内容次第ではすごくいいガチャになるので、モラタとかね、普通に出てきますし、前回の戦術スカウトなんてカフーカーンまで追加されてましたから、はい、まあ、その前がどこまで行くかわからないんですが、ここら辺かな、去年はここら辺で多分来てるんですよね。そうですね、3月25日に、まあ、戦術スカウト来て、で、カーンその後に来て、で、その1ヶ月後ぐらいに1周年が来たっていう、あ、2周年が来たっていうような感じなので、今回ですね、やっぱりこのタイミングで 2400GB 使うのはものすごくもったいないんですよね。やっぱり戦術スカウトの 3000GB は1人確定ですし、毎回、まあ、ここも新星5選手1人確定とはいえ能力が全く違うのと、確かにね、そのピックアップ動向っていうのはあるんですけれども、ちょっとね、あまりにも戦術スカウトとはレベルが違いすぎる。もしかしたら、カーンが去年の3月に実装されて、4月に実装されて、12月の時点の戦術スカウトでカーンが来てるので、もしかしたら今回の戦術スカウト、去年のね、6月7月くらいかなに来た、スコールズとかサイドアタックのキャプテン特徴持ちポールスコールズだとかが追加される可能性もあると個人的には睨んでおります。はい、個人的にはね、まあ、来ないかもしれないんですけど、でもね、やっぱりちょっと戦術スカウトに重きを置いてほしいです。無課金の方特にね、無課金美課金の方特にね、リバプール攻めがね、悪いってわけじゃないんですが、正直ね、戦術スカウトと手に入る数が全く違うし、6% と 10% っていうのも結構
構差が出ちゃうところかなと思いますので、もちろんね、リバプール好きな人はリバプール引いていただいて結構ですし、私もね、マンユーが来たら必ずマンユー引くので、皆さん好きなところ引けばいいんですが、ピックアップは今回はちょっと流していただければなと思います。あとね、私が実際に無課金になってからレジェンドマッチに対して、レジェンドマッチいろいろやってきて思うんですけど、ピックアップを本気で引きに行った方がいい時っていうのは、25周年の時みたいなボーナスがある時だったり、1ヶ月開催で4人今までのねレジェマの選手復刻してますみたいな、でその期間中に来た新しいレジェマでも今回のピックアップ使えますみたいな時に全力を出す方が良くて、そうじゃない時はね、極力 GB は温存したいっていうのが正直なところかなと思います。ってことでね、悩ましいところではあるんですが、リンガード私も好きなんですけどね、ちょっと今回スルーしていただけたらと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トーフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、トーフでした。バイバイ。